神戸総合運動公園ユニバー記念競技場1985年夏季ユニバーシアードは1985年8月24日から9月4日まで日本の神戸市で開催された第13回夏季ユニバーシアードである。テーマは友好と平和。メイン会場は神戸総合運動公園陸上競技場。大会事務総長は古橋博之が務めた。開会式には 皇太子昭人親王、同妃、美智子夫妻が出席した。106カ国、4400人の選手、役員が参加し、10競技120種目で熱戦が行われた。地元日本からは、選手団長、長佐博明率いる、大会史上最大の291人の選手が参加。また、神戸市及び近郊より、当時としては、 珍しく4万2千人の市民がボランティアとして参加し、日本におけるスポーツ国際大会運営のモデルケースとなった。日本国内のテレビ中継は NHK とサンテレビジョンが行った。サンテレビの中継は独立有局11局にネットした。1981年1月頃より、神戸市はユニバーシアード招致計画を日本ユニバーシアード委員会、 日本オリンピック委員会と日本体育協会に打診し、ポートピア81博覧会終了後の同年10月に立候補を表明。11月のファイスー総会で、リオデジャネイロ、インディアナポリス、ザグレブを抑え開催が決定した。ポートアイランドなどの都市開発、開発のため当時地方自治体としては珍しく、欧州で発行していた丸臭い。 スイス・フランイなどの神戸司祭の実績及び知名度が貢献したとされる。1985年ユニバーシアード神戸大会が決まると当時日本サッカー協会理事及び日本オリンピック委員会常任理事でもあった岡野俊一郎が日本サッカーにとって大学サッカーは重要との考えから来日していた当時世界のスポーツ界に強い影響力を持っていた。 岡野の友人のホルスト・ダスラーに、ユニバーシアード、神戸大会からサッカーを正式競技にするため、助力を頼んだ。すると、ホルスト・ダスラーは、ニューヨークにいた、これまた岡野の友人でもある、国際大学スポーツ連盟会長のプリモ・ネビオロに、電話をかけ、岡野に取り継いだ。岡野の依頼を承諾した、ネビオロ・ファイス会長は、ファイス実行委員会から、最初反対を受けたが、 ネビオロファイス会長が強引に規約を改正して、ユニバーシアード神戸大会から正式競技にした。以後現在も、サッカーはユニバーシアードの正式競技となっている。陸上競技では、総高飛びでソ連のイゴールパクリンが世界新記録を樹立。男女混合で実施されたマラソンでは、女子で深尾真美が地元優勝を果たした。 ユニバーシアード1985神戸大会のマスコットは手塚治虫によるもので単調ずるのユニタン。ビューティフルライバル。ありがとうございます。